じゃあこのシャーマンの儀式を終えて、はいはい、日本帰国してから、はい、性欲とかどうなんですか？消えたから1ヶ月半ずっと消えましたね。メンタル的にもそうかもしれない、はいはい、それどころじゃないですか。でもやっぱ徐々に回復してきました今本当に修行僧みたいなさ、食べるものも食べるものも酒も飲まないし、それきついな。まあ、でも良かったですけどね、これがこれで。うん、いやでも僕そう変わったのが、はい、この旅で外人が好きになりましたね。だってもうずっと外人と暮らしてたんで、外人をすごく魅力的だと思うようになりました。ギャル卒業したんですか？ギャル卒業しました。まあ、外人志向です。1ヶ月間全くノーセックスですか？そうですよ。え、もう今も全然進行形してないですか？今もちょっとこの間。ちょっとこの間それはどんな方ですか？外国の方ですか？いや、もう日本人ですよ。外国人行きたいんですけど、やっぱ英語喋れないと。なるほど。まあ、そこの壁が僕にはまだあるんで。確かにな。恋愛感すら変えた。そうですね、恋愛感変わったかもしれないですね。そこまで変えるってすごいな。すごいですね。